Is it okay if? はい、つみえあき。こんにちは、大西です。今日も肩の模様コツコツやっていきましょうね。はい、漢字を込めて頭おかしいくらい繰り返すですね。Today's pattern, it is okay if I smoke? はい、これはですね、もうそのままなんですけどね。Is it okay? それって okay? 大丈夫?If I smoke, もし私がタバコを吸うならってことなんですけど、まあ、タバコを吸っても大丈夫ですかっていう相手に許可を求める、言い回しになりますね。で、許可といえばできますかっていうことで Can I っていうのがありますよね。 Can I smoke? もちろんこれも良いですよね。はい、私タバコ吸うことできますか。はい、普段はこれでいいんですけれども、ちょっとまあ次のステップというかね、はい、次のステップとしてちょっと相手に配慮をして言いたい場合ですね。そういう時に Is it okay if I smoke? これを使うと良いかなと思います。はい、もちろん Can I smoke? も大丈夫です。全然 OK です。同じ意味だからですね。はい、ただ Is it okay? っていうのはちょっと相手にそれをやっていいかどうか配慮をして言いたい場合という感じですね。はい、 OK かどうか聞いてるからですねということですね。はい、ではこのフレーズを使って、まあ日本語で言うとね、大丈夫ですかって感じですね。これこれしても大丈夫ですかっていう感じで言いたい時ですね。はい、では行きましょう。ナンバーワン、ここに座っても大丈夫ですか、ね、ここに座っても大丈夫ですか。なんか例えば席がこうあって、もちろん Can I sit here? でもいいんだけど、うん、なんかちょっとなんだろうな、ちょっとその隣の人とかに配慮したいとか、なんかちょっと接近してるとかさ、隣の人が接近してて、あ、でもちょっと私椅子座りたいと思ったとして、ここ座っても大丈夫ですかって聞きたいような時とかね、ちょっと相手に配慮したい時とかっていう感じですかね。はい、 So is it okay if I sit here? はい、やりますね。それって OK、 このそれって何かっていうと、結局そのここに座ることですよね。 Is it okay? それって OK ですか、もし私が座ったらここに、ここに座ることは OK かってことなんですよね、結局ね。はい、Next one. Number two. 窓を開けても大丈夫ですか?はい。まあ、普通に窓を開けていいか尋ねるときは別に Can I open the window? でいいんですけれども、なんか例えば勝手にちょっとやっちゃえないなみたいな感じのときとか、なんか窓を開けても大丈夫ですかみたいな。例えばタクシーに乗ってたりするときとかかな。ちょっとなんか暑いときあるじゃないですか。ちょっと窓開けたいなみたいな。ときとかに、ちょっと運転手さんに許可を取るみたいな感じのシチュエーションですね。はい、言ってみましょう。 Is it okay if I open the window? はい、そんな感じですね。 Number three、 コンビニに寄っても大丈夫？例えばなんか友達のお家になんか行ってる、一緒に行ってるとかね、友達と行ってるとか、あとなんかとにかくどこかに行ってるんだけど、ちょっとお時間があるじゃないですか、ね、なんだけどちょっとコンビニによって買いたいものがあるとかいう時に、ちょっとコンビニによってもいい、大丈夫みたいな、ちょっと相手の許可を求めたい時ですね。はい、ちょっと時間ね、押すじゃないですか、その分だけど、コンビニによっても大丈夫とか言いたい時に、 Is it okay if I 立ち寄る stop by the convenience store?はい、 Is it okay if I stop by the convenience store? はい、コンビニに寄っても stop by どこどこでどこどこに立ち寄るって意味なんですね。コンビニに寄っても OK ですか、大丈夫ですかってことですね。 No.4、 テレビ消しても大丈夫、言ってみましょう。まあ、これのシチュエーションって普通にテレビ消していいならね、Can I turn off the TV? でいいんですけれども、全然いいんですけれども、例えばなんか一緒に暮らしてる人がテレビを見てると、家族がテレビを見てると、でもなんか見てんだけどなんか見てないような感じで、私ちょっと勉強したいから集中したいからうるさいなと思ってるとするじゃないですかね、なんか見てないっぽいしテレビ消しても大丈夫みたいな感じで、まあ相手に配慮をして聞きたい時ですね。はい、 Is it okay if I、 はい、消す、 turn off the TV。はい、電化製品はですね、もともと回してたから右が、あ、右じゃない、オンの方に回したら turn on、 電源をつけるですよね。オフの方に回すから turn off、電源を切るになるから、電化製品は turn を使うんですよね。 turn on だったらつける、 off だったら消すですね。はい、
No.5 あなたのパソコン使っても大丈夫、うん、これもなんかこう使っていいかとか分かんないし、ね、使っても大丈夫っていう感じですよね。相手に配慮して聞きたい場合ですね。はい、 Is it okay if I use your computer っていう感じですね。はい、 No.6 あなたの犬に触っても大丈夫。はい、触るってこれは言ったっけ？なんかちょっと振り仮名が多い気がする。いらないね、いらないね、失礼。ここは和はいらないと、うん。日本語って難しいですよね。うん、これ振り仮名は触るるだけだよね。はい。Anyway, sorry。あなたの犬に触っても大丈夫？はい、言ってみましょう。Is it okay if I touch your dog? Is it okay if I touch your dog? そうですね。まあこの相手のワンちゃんだからね、もちろん Can I touch your dog? もちろん全然いいんですよ。はい、全然お友達同士が全然普通にいいんだけど、まあ、一応その相手に配慮して私が触れてもお大丈夫っていう感じで聞きたい場合ですね、という感じです。ということで、まあ、これ結構ね、まあ、そのままだから、それって大丈夫、それって OK、 もし私がこれこれしてもってことだから、それって OK っていうこと言いやすいので、うん、まあ、これ覚えちゃうと Can I の他にプラスアルファ、ね、これこれしていい、大丈夫っていう感じで相手を配慮して言うことができますよっていうことですね。OK、 では10回ずつね音読練習しておきましょう。 No.1 ここに座っても大丈夫ですか？ Is it okay if I sit here?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 Is it okay if I sit here? Is 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 it okay if I sit here?Number two, 窓を開けても大丈夫ですか? Is it okay if I open the window? 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 Is it okay if I open the window?Is it okay if I open the window? Is 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 it okay if I open the window? Number three.コンビニに寄っても大丈夫? Is it okay if I stop by the convenience store? Is it okay if I stop by the convenience store? Is it okay if I stop by the convenience store? Is it okay if I stop by the convenience store?Is it okay if I stop by the convenience store? Is it okay if I stop by the convenience store? Is it okay if I stop by the convenience store? Is it okay if I stop by the convenience store? Is it okay if I stop by the convenience store?Is it okay if I stop by the convenience store? Number four. テレビ消しても大丈夫? Is it okay if I turn off the TV? Is it okay if I turn off the TV?
Is it okay if I turn off the TV? 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 Number 5. あなたのパソコン使っても大丈夫? Is it okay if I use your computer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 ?Is it okay if I use your computer? Is 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 it okay if I use your computer?Is it okay if I use your computer? Number 6. あなたの犬に触っても大丈夫? Is it okay if I touch your dog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 ?Is it okay if I touch your dog? Is 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 it okay if I touch your dog?OK! はい、会話をするときにですね、ぜひ使ってみてください。でも、もし会話をされるときに、Is it okay if の言い方がちょっとわかんなくなっちゃったって思ったら、普通に Can I に変えてください。実際に会話をするときは、その時のベストで、ね、テンポよく楽しくやっていくことの方が大切だし、最後まで伝え切るっていうことが相手にとって大切なことですよね。なので、その時その時、全力でその場の自分で楽しむっていうことを意識してみてくださいね。Thank you for watching! So see you next time! Bye!